オスカー・ラ・フォンテーヌ、オスカー・ラ・フォンテーヌ、オスカー・ラ・フォンテイン、1943年9月16日帯は、ドイツの政治家、ザールラント州首相、ドイツ社会民主党、SPD 党首、ゲアハルト・シュレーダー政権の財務省などを任した。SPD 党内では、左派の論客として知られ、シュレーダー首相と対立、党首と増将を辞任した。SPD を離党して、現在は、 左翼党に所属。ザールラント州ザール類に生まれる。フランス系ドイツ人のパン職人だった父は、第二次世界大戦で戦死した。双子の弟がいる。カトリック系のボーリングスクールに通い中東、教育修了資格を取り、カトリック系奨学金を得て、ボン大学とザールブリュッケン大学で物理学を専攻し、1969年に卒業。研究テーマは、 シタンサンバリウムの単結晶生成についてだった。1974年までザールブリュク県のウニユ、交通会社に勤務し、1971年からは、経営陣に加わっていた。在学中に平和主義者、アルベルト・アインシュタインの影響で、社会批判的思想を持つようになり、1966年に、ドイツ社会民主党、SPD に入党。早くも1968年には、 ザールラント州の党執行部員に選出され、1970年から1975年まで衆議会議員を務める。1974年にはザールブリュッケン市副市長、1976年には市長に選出され、1985年までその職にあった。1977年からはザールラント州の党代表を務め、1996年まで 1980年の衆議会選挙では SPD を議会第一党に導いた。その時はドイツキリスト教民主同盟、セティと自由民主党、FDP の連立の前に政権奪取はならなかったが、1985年の衆議会選挙に勝利して、ついにザールラント州首相に就任、1990年、1994年の 選挙も勝ち抜いて九百九十八年までその座にあった。彼は SPD 党内でも左派としてその名を轟かせた。最初に注目されたのは九百七十年代後半の平和運動の盛り上がりにおいてだった。NATO の抑止力充実を進めていたのは他ならぬ SPD のヘルムート・ユミット首相だったが、ラフォンテヌは党内のハンスイップラーや同じ若手のゲアハルト、 シュレーダーらと共に、西ドイツの NATO からの脱退などを要求し、公然とシュミットを批判した。しかし、党内の多数派は、シュミットの政策を是としたため、ラフォンテーヌは悔し紛れに、シュミットを強制収容所も経営できると批判して、後に謝罪した。1983年の大規模なミサイル配備抗議の座り込みにも、作家のハインリヒベルラと共に参加している。 1987年、SPD のビリー・ブラント党首、元首相が引退する際、世代交代を印象付けるために、ラフォンテーヌを後継党首に提案したが、ラフォンテーヌは辞退した。後継党首に選出されたのは、ハンスイコール・ヨハケン・ホーゲルだったが、ラフォンテーヌは、ヨハネス・ラウと共に副党首となり、新たな投稿料の作成委員会委員長として、1989年の 党大会で国際協調による軍縮、男女の雇用機会均等、経済の環境保護努力、社会保障の構造改革などを柱とする新たな綱領を発表した。一方で産業界との妥協なしでの労働時間短縮には慎重な姿勢を示し、労働組合との関係が悪化した。ベルリンの壁崩壊に始まる東西ドイツ再統一に向けた動きの中でも、 彼は独自の見解を示した。東ドイツの急速な崩壊や旧連合国の介入による政治的混乱を避けるため、東ドイツに経済支援をする一方で、東ドイツ住民の西側への移住を制限する案を打ち出した。この案は統一への熱狂の中にあった世論、さらにはホーゲル党首にさえ壁が崩れたのにまた作るのと批判された。国民の熱狂を警告し、 特に統一ドイツが北大西洋条約機構、NATO 加盟を続けることを歴史的な大馬鹿と批判した。ヘルムート・コール首相による統一案を通列に批判し、東ドイツは拙速な西ドイツとの統合を避け、独自に改革を進めてその立場を強化してからヨーロッパ統合の枠組みの中で西側との統一を見すべきだと主張した。 1990年に行われる統一ドイツ発のドイツ連邦議会の総選挙に向け、ラフォンテーヌは SPD の首相候補に選出された。しかし1990年4月、遊説中に精神病の女性に刺され、重体に陥る怪我をした。彼が入院している間に、SPD 連邦議会議員団は、ラフォンテーヌの方針を変更し、 昨急の東西ドイツ統一に賛成する立場に変わった。ラフォンテーヌは首相候補自体を申し出たが他に候補者がいなかった。旧連合国の承認も得てドイツ統一は一挙に進み10月3日に実現。その年12月の総選挙で SPD は得票率33.7%という大敗を喫し、ラフォンテーヌは連邦の政治から身を引いた。 その後、ザールブリュッケン市長時代に過剰に退職金を受け取ったり、売春に関わったというスキャンダルが相次ぎ、さらに州内でマスコミ規制をして批判されるなどしたが、ザールラント州ではなおも高い支持を得ていた。1994年に SPD がルドルフ・シャーピング党首イコール首相候補の下で敗北し、ドイツ連邦軍の海外派兵も容認する。 シャーピングの現実路線の下で党のアイデンティティの喪失と支持率の低迷に苦しむと1995年のマンハイム市における党大会で党首選に対立候補として立候補決選投票では321対191で勝利してシャーピングから遠首の座を奪うことに成功するちなみに現役の党首が続投を表明している場合に対立候補として 立候補することはドイツでは、謀ンにあたり、例外的である。また、謀ンが成功した例は戦後ドイツ政治史ではこの、ラフォンテーヌの例のみであり、このマンハイム市での SPD の党大会は、月国上党大会として、後々まで語り草になる。なお彼は一度1994年の連邦議会選挙に立候補して当選したが、ザールラント州首相の地位に止まった。その後、 連邦参議院、上院の与野党逆転状況を利用して、コール政権を封じ込め、巧みな左派的なレトリックで党を生き返らせることに、成功。1998年の連邦議会選挙では、マスコミに、人気の高いシュレーダー・ニーダー・ザクセン州首相、当時を自らを抑えて、首相候補に指名し、教育費の増加。 環境税の導入や社会保険料の引き下げなどを主張して稀に見ると一丸となった選挙戦を展開、勝利に導いた。シュレーダー政権が誕生するとザールラント州首相を辞して入閣し、財務大臣に就任した。しかし人事をめぐって早くもシュレーダーとの祖齬が見え始める。そして1999年3月11日にシュレーダー政権の経済政策に同調できないとして、 増章と等の役職、連邦議会議員をすべて辞職した。これについては後に、著書の中で内閣での協力不足のほか、1990年の障害事件がトラウマとなり、政治のためではなく家族のために死にたいと思えようになっており、入閣してからの苦痛がそれを後押ししたと説明している。その後は、政界から身を引き、著作による、 シュレーダー政権に対する攻撃を繰り返した。1999年のコソボ紛争へのドイツの参戦を激しく批判。シュレーダー政権の改革路線も新自由主義であるとして攻撃した。こうした言動により彼は SPD 党内で完全に孤立した。彼は反グローバリゼーション団体アッテックに参加し、また保守系大衆し、ビルトに政府を攻撃するコラムを連載した。 ただし例えばアフリカからの不法移民を収容所に入れるという夫をリー内省の案には賛意を示し多文化主義の失敗したドイツでは無制限の移民の流入によって雇用が不安になり犯罪が多発しかえって外国人への反感が強くなるだろうという立場を取っている2005年5月24日ドイツ社会民主党 SPD をついに離党しシュレーダー政権の新自由主義 ネオリベラル路線とハルツ4改革プログラムに反対した SPD の一般党員、地方党員が結成した労働と社会的構成のための選挙オルタナティブ、バスグに参加。バスグの筆頭候補として民主社会党、PDS との連携を模索して左翼党結成に合意した。9月に行われたこの選挙で当選して連邦議会に帰り咲き、クレゴール議事と共に 銀団議長に就任。2007年6月15日に、両者は完全に合流し、ロタールビスキーと共に代表に選出された。ラホンテイでは2005年6月のケムニッツにおける遊説で国家はその市民を守る義務がある。さらには外国人労働者、フリームダービーターが低賃金で一家の大黒柱から雇用機会を奪うことのないようにする義務があると述べたが、この フリームダービーターという言葉が大時代のナチス時代の用語であり、旧東ドイツに多い極右のドイツ国家、民主党支持者の票を集めるため意図的に使ったではないかと協力関係にある PDS からも批判された。彼はナチスはネオナチのような外国人排斥ではなく人種主義なので、その批判は当たらないと釈明した。政治学者の中には彼は理念よりも 政権への意欲が強く、社会不安や反米主義を煽って、支持拡大を目指すポピュリストであると評する者もいる。2009年のザールラント州では、州首相候補として選挙を指揮し、左翼党を、得票率20%で、第三党に躍り出る大躍進に導いた。ザールラント州議会の左翼党は、ラフォンテーヌを、党議員団長に選出した。 ドイツ連邦議会選挙後の2009年10月、ラフォンテーヌは連邦議会での議員団長職を辞すると発表した。さらに、前立腺癌を患い11月に手術を受けることを公表。手術は成功したものの、翌2010年2月に連邦議会議員を辞職し、党代表職からも退くことを発表した。癌から回復したためザールラント州議会議員及び、 同州議会最翼党議員団朝食は続けており、2012年3月の衆議会選挙でも当選。同州議会の野党代表となっている。ラフォンテーヌは3度目の結婚相手であるクリスタ夫人との間に1997年生まれの息子カール・モーリスを設けた。他にも2度目の妻との間に息子一人、 2011年より左翼党所属のドイツ連邦議会議員ザフラバーゲンクネヒトとドメスティックパートナーの関係にある2013年2月にクリスタ夫人と離婚2014年12月にバーゲンクネヒトと結婚したフランス語由来のアルザスイコールロレーヌ地方を発祥とする家系である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください